では次です。年老いた犬を介護する老犬介護ホームが福岡県内にあります。飼い主から捨てられる犬を一頭でも救いたいと活動を続ける女性の思いに迫ります。福岡県古賀市の老犬介護ホームアスル。年老いた犬の介護に特化した施設です。娘がいる関東の方に上京する予定がありまして、あと1週間以上預かってもらうには病気がもし起こった時心配なので。飼い主から有料で犬を預かり、排尿介護や食事補助など個々の症状に合わせて介護します。またご飯食べれるけんね、こうしたらね。アスル代表の小野陽子さんは長年老犬介護に携わってきました。疾患がある子がうちは預かりが多いので、一般のペットホテルではちょっと難しい子たちが預かりに来ますね。こちらは柴犬のパッチ。飼い主が急遽入院することになり、アスルに預けられました。小野さんが用意したご飯をパッチはなかなか食べてくれません。パッチいらんと、マスクよ、いいの。なかなか環境が変わるとすぐご飯だけ食べるっていう感じの子が少ないんですね。食べたいんだけどどうしても食べれなかった。飼い主さんがいないからですね。年老いた犬には粘り強い介護が求められます。アスルでは飼い主が預ける犬のほかに、ボランティアの一環として動物保護センターから引き取り手のいない年老いた犬を引き取り、生涯寄り添う看取りボランティアを行っています。タラちゃんです。横たわって動かないのは3月に看取りボランティアとしてアスルが引き取ったタラちゃんです。タラちゃんは徳島県の藪の中で動けなくなっているところを保護されましたが、引き取り手がなく殺処分される予定でした。まあ、まだ安楽死するような状態ではないからですね。ご飯もしっかり食べるし、骨がちょっとまだ少し出てるのかな、骨が。歩行はできないです。ちょっと人間不信なところも少しある感じなので、今まだね、ちょっと人を試すような感じがありますって。環境省によると令和4年度、飼い主に捨てられたなどの理由で全国で殺処分された犬の数は2434頭。殺処分数は年々減っていますが、ゼロには遠い現状です。小野さんは動かない足のことが気になり、タラちゃんを病院に連れてきました。こっちが全然こっちは来たもん、ね、曲がらんしね、あんまりピンって伸びたかったですね。そして三本足で歩けんかなとか思ったり、無理ですかね、こっちだけこううまいことこう、長期戦でしょうね、ちょっとそうやって、まあ、リハビリっていう。この日、小野さんはある場所に向かっていました。この秋、年老いた犬の保護施設となる老犬シェルターの建設を計画しています。その老犬の余生を過ごすっていうことがどれだけやっぱり重要なのかな、最後までその過ごさせることができる施設っていうのがやっぱりなかなかない。できるだけも一頭でも多くつなぎたい。
今の施設の2倍以上の広さがある建物にドッグランを併設し、より多くの看取りボランティアの老犬を受け入れる予定です。動くことができないタラちゃん、足するよ。この関節の可動域を上げてるんです。3本足でどうにか歩かせたいなって思ってます。はい、どっちしてもらう、どっちしてもらう、そう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 、もしね。小野さんは諦めません。そして命と向き合い続けます。この子たちが穏やかに楽しい時間と幸せな時間、もうそういう全ての面でサポートしていきたいなと思ってます。最後まで寄り添う小野さんの思いがこもった介護の日々は続きます。